どうも、ミシテミニンジンです。今回はよく見る扉を挟んだ状態で見合った時の立ち回りについて解説をしていこうかなと思います。まずこの状況でよく見る動きとして、扉にアクスタを刺すっていうのがあると思うんですけど、あれは結構悪手で、なぜかというと扉にアクスタを刺すと敵が扉を開けた場合、アクスタ、扉、敵っていう配置になるので、アクスタの爆撃が扉に阻まれて奥まで通らないっていう状態になります。なので逆の立場、ドアロックをしてる側から見ると、敵が扉にアクスタを刺してきたら、その扉を開けちゃえば自分にはアクスタは当たらないのに、敵は自分が投げたアクスタに当たるから、その場から離れないといけないっていうことで、ドアロックをしてた側が割と一方的に撃てるっていう状況になります。なのでアクスタで扉を割るっていう場合は、扉ではなく地面に刺すようにしましょう。そして次に扉を蹴りで壊すっていうパターンもよくあると思うんですけど、これはロックしてる側がかなり有利で、扉って蹴ると悪仕様になってるんですね。なので敵が格闘モーションに入ったら扉から離れてみてください。そしたら一発で扉が開いて、無防備な状態の敵を一方的に撃てるっていう状況になります。敵も2回目蹴るときは結構警戒して蹴ってくるんですけど、まさか1回目から扉が開くなんて思ってないので、結構びっくりして対応が遅れたりします。でおまけにある程度撃ったら、もうすぐ扉を閉じてまたドアロックとかもできるので、この手話結構覚えておくと便利です。次に、昔結構見た動きとしてテルミットを投げるっていうのがあると思うんですけど、あれはかなり前のアップデートでテルミットの炎がドアを貫通する仕様っていうのがなくなって、ドアロックしてる時にテルミットを投げてもダメージが入らないっていう仕様になっているので、昔ほど強くはない。もちろん扉が壊れた後だったらテルミットのダメージは入ります。次はドアロックしてる場から離れたい時とかは、フラグを足元に投げて離れるっていう動きをすると、敵がこっちの逃げる背中を撃とうとして扉を開けたら、フラグが爆発して大ダメージを与えることができるっていう技もあります。これはアークスターだと結構光ってバレバレなので、フラグの方が当てやすいっていうのはあります。ただ集中してる敵だったらどっちにしろバレるんですけど、ダメージはおまけみたいなものなので、その場から離れるっていうことには成功します。そして上級者向けの動きとして、扉の下の隙間にフラグを入れるっていうのがあって、これ成功したらめちゃめちゃ強いんですけど、ちょっと慣れないと難しいので練習が必要ですね。ここでもたつくと敵が扉開けてきて、お前何やってんのみたいな顔して普通に撃ってくるので、気をつけてください。基本的にドアロックでの攻防って、攻める側が体力有利で追っかけてるっていう場面が多いと思うんですけど、油断して攻めてきた敵を逆に刈り取れるよっていうことと、攻める側ってかなり不利なので、体力差で勝ってても油断しないように注意してくださいということで、今回の動画はここまで。それと余談なんですけど、今後配信とかしようかなって思っていて、その時に使う挨拶みたいなのを考えていて、こういうのどうみたいないい案があったら、ぜひコメントで教えてください。とりあえず今後もこういう短い解説動画とかを上げていく予定なので、良ければチャンネル登録とか高評価よろしくお願いいたします。ということでお疲れ様でした。